ヨランダ・マルゲリータ・ディ・サボイアは、イタリア王、ビッドリオ・エマヌエーレ3世とその王妃で、モンテネグロ王・ニコラ1世の娘であるエレナの間の、長女。全名は、ヨランダ・マルゲリータ・ミレーナ・エリザベッタ・ロマーナ、マリーア・ディ・サボイア。水泳や乗馬を好むスポーツ好きで活発な王女だった。1923年4月9日に、クイリナーレ宮殿において、 陸軍軍人のジョルジョ・カルロ・カルビディ・ベールゴロ伯爵と結婚し、鳥の南西のピネローロに今日構えた。1946年に国民投票によってイタリアの王政が廃止されると、ヨランダは家族と共に両親の亡命先であるエジプトのアレクサンドリアに避難した。翌1947年に富豪が亡くなると、帰国してカステル・ポルツェアノで暮らした。 1986年に、ローマの病院で死去し、トリノに葬られた。エミリア・ロマーニャ州フェラーラ県には、ヨランダの名を冠した都市ヨランダディ・サボーニアが存在する。ありがとうございます。